い、皆さんこんにちは、ワンダルブルビッシュです。では信長の野望創造戦国立志伝の家康でのプレー続きをやっていきましょう。でですね、ツイッターのフォロワーさんだったか動画のコメント欄だったか、いずれにしても家康、大御所家康の寿命は1624年ということだったので、まああと1年ぐらいになってきました。なので家康が存命中にね、少しでも防御体制を固め、さらにできれば勢力の拡大を図っていければいいかなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。まあここはですね、前回最後にお話した通り、今この徳川宗家秀忠軍の大軍勢を相手にする力はないので、朝廷の力を使って和解しましょう。でその間にですね、戦力を再び回復充実させていきましょう。で忘れないうちにですね、朝廷外交は再び再開しておきます。まあ、どうしてもやっぱり木材と鉄が不足していく傾向に変わりはないので、お金を使ってそれらが集められるように商人街を充実させていきましょう。できればね、維新は取り返したいんだけど、とてもじゃないけど無理だな。表情を始めます。先月の収支です。まあ、吉田城はね、対敵との戦闘の最前線になるので、終わり徳川家との戦いに備えて改修を最優先で進めていきましょう。であとはちょっともったいないけど、タタラ場はどうしても欲しいので、もう一個ぐらいタタラ場を作っておきますか。これも砂鉄か。だったら先に寝室をかけた方がいいかな。寝室はできるか。できないと。なるほど。だったらあえて潰すぐらいだったら、タタラ場に建て替えて潰すぐらいだったら、武家町をおとなしく作っておきましょう。であとはそうするとですね、政策で政策を取り援交金政策、金工策ですね、こちらを入れておきましょう。みんなに伝えましょう。労力が10余っているので、投資ができれば投資を入れていきましょうか。こんなところになりますかね。ちょっと余ってしまって労力がもったいない気もするんですが、まあ、どうしても今は木材と鉄ですね、これが不足してしまっている以上は
どうしようもないかな。よし、じゃあターンを送っていきましょう。庭家が滅ぼされましたね。ご命令を。先月の収支です。報告します。そしたら、まあ思い切って鉄と木材を買っていきましょう。ありがとうございました。で、吉田城はというと、ここに森があるのか。だったらちょっと製材所は作っていきたいので、ここに進出をしておきましょう。まあ、次期当主頼信が今ね、浜松城に入ってますけど、このまま行くと頼信を一度水の家かどっかに裏切りましたけど、家康の後継者に指名するしかないですからね。ご命令を。先月の収支です。報告します。掛川城に関しては、この後三の丸が作れるようになったら三の丸を作ればいいかな。問題は吉田城なんですけどね。朝廷外交はというと、まだ10ヶ月かかるか。その間に攻めてこなければいいけどね。やっぱ徳川の大軍を相手にする余裕は今はまだないですからね。よし、こんなところでいいですかね。労力も使い切りました。家康が存命中にもう一つ城を落としたいなという思いはあるものの、ちょっと難しいかな。頼信は初代の紀州藩主になるんでしたっけ。で、今尾張徳川家にいる義直はそのままね、尾張の藩主に多分なったんでしょうから、紀州藩主から先月の収支です。報告します。大御所家康の領地を引き継ぎ、秀忠に謀反を起こすっていうね。で、あと投資ができるところはあるか。もうないよね。あとは人材が不足してきてるので、なんとか人材の確保をこの後は重点的にしていきたいところにはなるんですけどね。どうしようかな。城を増やしたり築城したり攻め落としたりしたいところではあるんですけど、
いかんせん人材が不足してますね今は。お、正信がこちらに寝返る可能性あるな。あと柳生宗則も可能性あるね。この辺りには密談の使者を送り込みましょう。さあ、家康の寿命が刻一刻と迫ってきてますね。豊臣家とは同盟を結んでおきましょう。まあ、片桐は場合によっては滅びる可能性あるんで、まあ、放置しておいて、そうなると工作で次のターンから豊臣にすり寄りを図りましょう。で、そうこうしてるうちに表情を始めます。先月の収支です。吉田城が兵力が満帆になってますね。金森家に対しては一旦終了しましょう、工作を。で、久喜家に対しても一旦終了。で、代わりにですね、まあ、井伊家とは絶対同盟は継続したいので、井伊に対して派遣していきましょう。で、豊臣にもちゃんと工作をしたいんですが、今その工作要員を割く余裕がないので、となるとどうだ、やっぱりここは工作を忘れないうちにしといた方がいいのかな。となると尾張徳川とまあ吉見を通じる気はさらさらないので、そうするとやっぱ金森家になるのかな。ただ前田ともね吉見を通じておきたいという思いもあるし、城の数でいうと金森家はどんだけ持ってるかというと一つだけが、だったら金森はこの後どうなるかわからないので、前田に使者を出しましょうと言っても家康ももう残り1年ですからね、今後どうなるかわからないからな。できればもう少しね尾張徳川を削っておきたいなという思いがあるんですが、朝廷外交の状況が69か、朝廷外交がマックスにならないと怖くて動けないので、ここはターンを送っていきましょう。表情を始めます。先月の収支です。この辺りの大名たちとね同盟を結んでも
滅ぼされる可能性が高いからな。うん、もったいない、何もできないな。やっぱ人材が欲しいよね。表彰を始めます。先月の収支です。築城してもね、城主がいないからな。まあ、ちょっとお金に余裕が出てきたので鉄を買っていきましょう。木材も少し買いましょう。毎度大きい。ここまでかな。雇用がちょっとできないんだよな。もう少しやっぱり繰り返しになっちゃうんですけど、武将の数が欲しい。表彰を始めます。先月の収支です。報告します。で、朝廷外交の状況を確認すると、まだあと2ヶ月ぐらいは必要ですね。89ずつ増えていくはずなので、あと3回必要かな。違う違う、あと2ヶ月ですね、必要ですね。そしたら家康存命中になんとかもう一つ城を取りましょう。真田もかなりの勢いで勢力伸ばしてるね。ご命令を。先月の収支です。さあ、朝廷工作が終了したので。ご命令を。先月の収支です。報告します。一旦投資をしている人材を引き上げましょうか。もうね、人をこうやって使い回ししていかないと人材不足がどうにもならないっていうね。なんで一度投資に出してる人材たちをまるっと引き上げましょう。せっかく鉄も買ったわけですからね。さあ、こんなところですかね。あと整備は入れてもいいけど、まあ今支給やらなきゃいけない内容かというとそうでもないので、ここは送っていきましょう。
ご命令を先月の終始です。はい、というわけでちょっと今回あまり動きがなかったんですが、一旦ここでキリがいいので終わりにして、次回ですね、朝廷工作が完了したあと真田に援軍が頼める状態になった、まあ、これらを踏まえて尾張徳川をもう一回攻めたいと思いますので、次回はね、そこからプレイをしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。